なんかめっちゃ久しぶりの快活動画ですね。ここね、泉、これ26ですね。なんか何店舗か入ってるところの一角にありますね。一角というかもうほぼこれがメインっていうか、快活の方がメインな感じにしますけどね。入り口向こうかな。もうサムネこれでいいような気がするけどな。もうこれでいいかサムネな。やってまいりました。快活クラブ26号泉店やったかな。なんか動画を撮る感覚をね、ちょっと忘れてしまいましたけども。なんかね、最近もう快活のサービスもいまいちになってきてるから、ほらもう3時間パックでさ、1150円になっちゃってもんな。で、土日220円かかるからさ、1370円やろ。なんか高なったよね。あ、でもここはナイト8時間パックだもんな。1800円でいけますね。もう駐車場はこれ何場でもあるから。で、出入り自由なんで結構、こうあちこち行けるかな。ここ、ちょっと周りの店また後で調べますか。好きじゃないけど、うん、うん、タオルはもうないね。
そばが食べてみようか。で、マップは、さっきのコミックエリアと、やっぱさっきのピンペラームやね。で、サウナに行こうとこと、今ここやね。これまでシンプルだね。で、手前に、オンラインだ。これ入れるかな？ちょっと入れないと入ってみようか。まんねんな。新飛び切りチーズ、北海道チーズ、バーガー、単品とドルチェ。これでさ、910円なのよ。高いな。入れるの？ツアー行ってたからライブ配信してもらったけど、さすがに無理やね。2つしかないからな。おお、広いね。ちょっと待って、そういえばモスアプリで注文したいけど、番号とかどんなのってんや。あ、あるな、注文履歴やろ。4時14分、あと4分ぐらいね。モスバーガー久しぶりやな。ほんで、後から快活でポテトを頼むかな。なんかポテト値上がりしてたな。小さいサイズやのに440円やったもんね。もう食べ放題の時は夢のようやったもん。はい、信号渡ったらモスバーガーですね。
26号泉店でしたね。今何時やった、結局もう5時前ですね。まあちょっとこれから買い物行って帰るとします。